それではですね、昨日、ウル戦争の方で、早く終わってほしいなということで、今このノルドストリームの件っていうのを爆破の件ですよね、追ってるんですけども、バイデンとかネオコンが仕掛けたということで、一番のね、眼鏡っていうのは、そのネオコンのね、ガリガリガチガチのネオコンのヌーランドではないかと。いうことで、ヌーランドがね、このノルドストリームの爆破がシーモア・ハーシュによって暴露されて、暴露記事が出てから、ツイッターに登場して結構ね、叩かれてるというようなことまではお話ししました。でね、また今日ね、見てたら面白い記事があったんやけども、今そのノルドストリームの爆破っていうのは、このデンマークとドイツとスウェーデン、この3カ国が調査に入ってるんやけども、アポリでね、共同の書簡を出して、ここですけど、共同の書簡を出して、で、ね、スウェーデンを信用してくれと、今きちっと調査してるんですわって、で、調査してるけども、その、調査の結果はね、いつになるか分かりませんね、分かりませんけども出しますよっていう形でね、途中経過もまだ出さんと、調査結果も出してないと。だから、爆破された、人工的に爆破されたのは分かってるけども、誰が犯人でどこがどうなってるのかっていうこともまだ発表はされてない。犯人はいいけども、どこがどうなってるかっていうこと自体の発表もない、ね、ずっと発表を伸ばしてるっていう記事がありました、ね。で、ロシアはせっついてるんやけども、スウェーデン、デンマーク、ね、ドイツは、まだまだちょっと発表を伸ばしてるんじゃないかというような形ですよね。で、ちょっとね、ヌーランドのね、リプを覗きに行った、これが最新リプなんやけども、このね、These pictures tell me the war story と。プーチン、バチュアリー、野蛮なってことかな、グライナーズ・ブレイバリー、グライナーは強いということをね、出してるんやけど、これは、また興味ある人に全部貼っとくから、全部リンクは見てくださいね。で、お急ぎの方はそのリンクを見ていただいたらいいんやけども、読んでいただいたらいいけど、こういう形で、結構ね、これ、ちゃんと訳もツイッターできますから見ていただいたらいいけど、リプランが結構ね、写真見ただけでもわかるけども、悲惨な形になってるってことで、アメリカもヌーランドがこのウル戦争のね、一番の眼鏡やないかということですね。これトランプ時代はね、一旦やめてるんですよね。トランプの時は一旦やめて、オバマとかね、の時代からずっと、クリントンの嫁さんのだったらそのまま、副国務次官になるはずやったんやけども、それがね、トランプになったから一旦やめてるんやけども、2014年の時代からもうウクライナにね、ガリガリにかかりきった時代で、で4年間間が空いて、またこの2年目で、ね、こういう戦争を仕掛けたんやないかっていうことで、アメリカ人もね、そろそろ騒ぎ始めてると。ヌーランドの、これ、ね、ぜひ見てください。ツイッター。結構面白いっていうかね、ほんまに、見てるだけでもこんな感じですからね。だから、こいつが眼鏡なんやろうと、いうことです。それとね、もう一つ見てて面白かったのが、このね、ロシアがね、ウクライナのこの4州の住民投票を開始したのが、秋、2022年の9月の23日なんですよね。で、30日で終わったやったっけ、住民投票を最初は27日か、発表して、開始して、80-90% でね、ロシアに併合希望があったんで、併合しましたよと、いうことやけど、もちろんそんな住民投票ね、それが、ね、きちっとね、国際憲章ができるかどうかってなかなかできへんし、もちろん西側はね、それからゼレンスキーも反対してました。で、反対したんで、
て反対したところ、ノルドストリームのガス漏れが発覚したのが9月の27日で、このロシアが住民投票して、ロシアが先にルビコン川を渡りましたよね。もう併合したからロシアの国やという形にしたら、もう基本はもう返されへんでっていう話になりますよね。で、今度はアメリカバイデンがね、この制裁でノルドストリームを爆破したっていうような、日付の不調もありますよね。非常にこの、9月ね、リモートでいつ爆破してもいいようにしてくれと、いうような形で、爆破地震自体の日時はバイデンが決めるということになってたと、シーモア・ハーシュのね、暴露記事の中では。で、そのアブイを、ノルウェー海軍が落としたんやということになってるけどね、この9月の27日っていうのは、ね、併合を投票が終わった日やから、ね、非常に面白い不調で合うかなと思ったんで、まあ、この日にちもね、ちょっと後々また出てくるかもわからんで、ね、この秋にソ連、ロシアが住民投票で併合してルビコン川を渡った。ということはバイデンも、ドイツがこちらに確実に着くようにルビコン川を渡らしたっていうような、面白い日に日付の不調があるということです。それと、まあ、またね、これはね、このザ・ヒルっていうインターネットテレビですけど、まあ、結構ね、大きな会社なんかな、これは、ね、見ていただくと、1994年発刊の合衆国の政治専門誌となっています。発行部数は2万4000、そう大きくはないから、まあ中小かもわからんけども、そういうところが非常にね、頑張ってね、またノルドストリームで議員にもね、詰め寄って、まあ、ノルドストリームの一体このね、話っていうのはどうなるのか、民主党の議員にも詰め寄ったというような記事も全部特集してるから、まあ、これも興味があれば見てください。ね、だからまあ、ここもちょっともうちょっと見ていこうかな。かなり詰め寄った状態になってるから、まあまあね、アメリカではいろいろと、この噂レベルでもこのノルドストリームの、ね、爆破の件が広がったら、これはもう、民主党とかバイデンとかネオコンにとってはかなりやばい状態になる。だからこれが広がって遠赤分が出ると、やっぱりアメリカが武器輸出を絞っていこうかな、ね、もちろん下院は共和党ですしね、絞っていこうかなってなったら、ウクライナはもうね、持たないですよね。輸血をされながら今戦争継続してるんですからね。だからひょっとしたらこの辺が戦争をね、停戦になる合図のね、のろし、かもわからへんですよね。で、おまけにですね、これは面白かったんが、24日の、ね、開戦記念日に記者へのブリーフィングをして、その時にですね、アメリカ人の記者からね、まあ、アメリカに一言って言うて、聞かれた時に、The clout of the United States, they will lose the leadership position that they are enjoying in the world, that they are enjoying for a very fair reason, and they will lose the support of the country with 40 million of population, with millions of children. Are American children any different than ours?その考えを改めやん限り、改めやん限り、NATO からも世界からもね、アメリカは全ての地位を失うっていうふうに脅してるんですよね。ね、これって基本ね、アメリカ人にしたら、
反発受けますよね。こうまあ日本語訳見たらいいけどもね、どれこれ以上ドルを与えたくない人たちに警告するとね、なんと影響力を失うやろうと、もう2600引用ツイートで、すごいリップもついてるんですよね。でこうまあね、これまた見ていただいたらいいけども、輸血を失ったアメリカが一体どないなるんやと、いうことで反発ね、あまりにも高飛車、ウクライナだけを助けて世界が助けたらええんやというようなね、ことをね答弁するから、あこれはちょっとアメリカ人のね、その USA 魂にちょっと火がつくんやないかな、 USA ナンバーワンと思ってますからね、アメリカ自身は。だから、ちょっと1年目ね、でゼレンスキーもメッキが入れてきて、いろいろなね、ことが統合するとそろそろね、終戦の時期っていうか、まあ、ロシアは継続できそうやから、どこかでね、まあ、もう人員が減ってアメリカも引いたらやめざるを得やんね、ところがあるんじゃないかということです。ちょっとねこれ参考にね、とか今参謀本部のね、司令官っていうのはゲラシモフやけども、このゲラシモフっていうのがドクトリンっていうのがあって、やっぱり、武力とね、戦争っていうのは、従来型の戦争ではなしに、新世代戦争っていうのは武力と、それから情報を統合した、戦争であるというふうにね、考えてね、このドクトリンでは軍事行動と非軍事行動1対4と定めてる、ね、でそういうことを含めるとこの、ね、情報戦ではそろそろロシアがね、どんどんとアメリカのね、民意をウクライナから離反させてるような形、まあこれロシアが離反させてるのか、もちろん真実が暴かれて離反させてるのかは分からへんけど、噂レベルで広がった段階でも、まあもうネオコンがね何か画策してるっていう噂が広がった段階で、そしてゼレンスキーがこういうことを言ってる段階でですね、少しもう民意は離れてきてると思うんで、ね、まあ停戦はこのアメリカ次第っていうのはここから分かりますんで、ぜひこのノルドストリームの件は、ね、もうちょっと注目していた方がいいと思うし、日本のマスコミもそろそろもうノルドストリームに関してはね、の爆破に関しては何かね、もうこうコミットをした方がいいと思う。全くね大手マスコミ今のところだんまりやからね、そろそろね、中村、先生じゃなしに、まあもうね、小泉もそれから東野それから広瀬ね、その辺はね、もうそろそろ本当のことを言った方がいいかなって気がします、ね、それじゃあまた。